今回トマトを定食します。でこのねトマトの苗ものすごく徒長したやつだったけどもこんだけ立派になりました。本当はね一番花が咲いてから定食するのが一番いいんだけども、まあ、仕事で京都に行くから急いで植えてから行きました。で指2本を添えてひっくり返して少し揉むとポットが外れます、ね、ほら根が回りきってるからまあまあいいタイミングかなっていう感じですね。で中の土をね寄せて隙間を作っていくんだけれども、でちょっと余分な土があるからそれを出してしまってそこに穴を作ってそこに入れてあげるとスポットで出した土とか寄せた土を戻して隙間を埋めてこうやってだんだんとね根を密着させるように寄せて土を補充していって、で株元をねキュッと押さえつけてあげると、これ鎮圧っていう作業、土を密着させて根の活着を促す大事な作業です。で今度角度を変えてもう一回ね、でポットの底から根が見え始めてるんで、まあ、ちょうどいい頃合いかなと、で外して土を出して寄せて隙間を作って、でそこに苗を収めて土を戻すと。今回かなり丁寧にやってるけれどもね、本来はもっと早くスッ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 とやってっちゃうんだけどもね、こうやって丁寧にやってあげた方がやっぱいいよね、トマトに愛情を込めて伝えるためにはね。シュッシュッと入れたらで鎮圧キュッと押してあげると、これで OK。 植え終わったらマルチの上に水をまいてきれいにしながら水やりと。天気がいい日に葉っぱに水がかかると葉っぱがね日に焼けることがあるから、そこは注意して葉っぱにかからないようにあげてるっていう感じですね。でそれも終わったら支柱を立てていきます。まあ、現時点では簡易的に1本支柱にしておいて、風にね、まあ、やられないように縛っていくと。京都から戻ったらもっと頑丈に仕上げるんだけどね。でなるべく垂直になるように刺していって、トマトの根を傷めない位置を見極めて刺すと。で曲がってたからちょっと微調整してあげるっていう感じ、これで OK。 風で煽られないように麻紐で縛っていきます。で短かったから2本を1本に縛ってます。麻紐の方がねやっぱ滑りづらく縛りやすいからおすすめです。でトマトと支柱の間でクロスさせて8の字を作って結んでいきます。強すぎず弱すぎずな程度でちょうどいいテンションがあるところを探して結んでもらえればいいと思います。で全体的に結んで終わりにします。でこれで固定種のトマトの植え付けは終わりました。京都から帰ってきたらね頑丈な支柱に仕上げていきます。支柱と支柱を支柱でまた結んでつなぐっていう作業をやって、で終わりっていう感じ、本格的な栽培に移るっていう感じになります。